続いてはホテルミラージュ。今回はミラージュの一番広いお部屋で視聴者の皆さんからいただいたハガキを紹介します。これ違いますよ。内容キャスさん、はい、一番の大事なところは番組内容の順番を、順番ハグハグホテルさんの紹介を一番最初に持ってきた方がいいんじゃないかっていう。そっから本当にそう来るんであれば、やっぱハグハグさんのイメージを大切にしなきゃいけないと思うから、もう真っ裸で布団の中から女の子の2人でスタート。いやだからそうすると、そうすると次の車の番組に行けないんじゃないかなっていうね。そこは難しいところですよねみたいな。そしたらハグハグホテルの駐車場にこうカスタムの車が入ってきて、ね、そこからスタートする感じの方がいいんじゃないの。逆に真面目な話すればね、その布団の中からね、そうそう、この全員、全員車から降りてくるときに全員バスローブ全員バスローブ、もうすぐチェックインできるよね。なんか本当にそれ、ね、順番も考えていかないけど、たまにはトップで来るっていうね、食レポが一番最初に来ちゃうとかね、そういうのも面白いんじゃないかっていうね、はい、まあ意見と意見で聞きますけど、多分実行しませんいろんなハガキのね、一応リクエストも皆さんにたくさん来てますけどね、どんどんねやっぱり視聴者から見て、はい、こういうことやってほしいな、ああいうことやってほしいなっていうのがね、やっぱりどんどんこう要望にね応えてねいかないといけないんで、車の改造計画もねどんどんやっていった方がいいんじゃないですか。そうですね。あれティファニーは、ティファニーね、今やってますよね、はい、なんだっけ、リンカーンのマーク5、マーク5ね、うん、2つやってる。いや先にどっちができるんですか。まあ、どっちかというと出来上がるのはティファニーの方が早いね、はいはい、ティファニーはもう車高落として、はい、エアサス、エアサスは入れてない、車高調でホイール とあとなんだ、椅子変えて内装ちょっとやって、うん、ぐらいかな。色も塗り替えた。いや塗り替えてない、塗り替えてない、うん、色そのままで、黒のまま、まあ、車の改造計画もね何しろねちょっとやっていきたいなっていうね、ディスカバリーみたいな。あれどうなったんですか、アメ車の10気筒のやつ、あれに三浦にしたやつは、あれ売れたんですよね。あれ売れたんですよ商売にしたの。いや売れたんですけど置いてあるっていうね、買ってくれた人がいるんですよ。もう1台しかないなら買うよ、買うって、はい、結構ね買ってくれるんですよみんな。だから次のステップアップに行けるっていうね、また次面白いのあるんです次回もお楽しみに。